るさと東北の地の底の恵みを採掘していた鉱山のために敷かれた小さな鉄道がテーマです。ナレーションの字幕を出すことができます。パソコンなら字幕マークを、スマホなら CC マークを押してください。小坂鉄道、正確には小坂製錬小坂線は、秋田県の北東で創業していた小坂鉱山のために敷設された鉄道です。大宇本線の大館駅から小坂駅まで 22.3 キロを結んでいたよ。大館駅からは花岡鉱山へ向かう花岡線も出ていたのだ。1994年の大館駅で発車を待つ小坂駅起動車です。途中の深沢駅で下車して深沢鉱山へ行ってみましょう。多分深沢駅だと思うのですが、間違っていたらごめんなさい。地として黒鉱を採掘していた深沢鉱山はすでに閉山していたよ。鉱内に潜っていた重機たちが引き出されて並べられていたのだ。再び小坂鉄道に乗って終点の小坂駅まで行きましょう。ここは小坂駅。金、銀、銅、亜鉛などを産出する小坂鉱山と製錬所のある町だよ。旅客営業は1994年に、貨物営業は2009年に終了しています。この駅舎は今も残り、小坂鉄道レールパークに生まれ変わりました。ブルートレイン掛け物の車両に宿泊できるほか、トロッコやレールバイクもあるよ。冬はお休みなので、営業日は小坂鉄道レールパーク検索してほしいのだ。小坂鉱山製錬所です。ローワグループの創業地である小坂は、今金属リサイクル工場として稼働しています。一方こちらは花岡鉱山事務所。1994年の閉山まで黒鉱を採掘していたよ。訪ねた時は閉山処理の真っ只中だったのだ。見学のお土産にいただいた高品位黒鉱です。外で写真を写していると、職員の方が、これはいい鉱石だよ、ぜひ持って帰りなさいと持ってきてくれました。それから花岡線跡を見ながら帰ったよ。大館駅から花岡駅まで 4.8 キロを結んでいて、1985年に廃止されたのだ。秋田県東部にあった小さな鉄道は、閉山と運命を共にしました。岡山県にあった同じ童話グループの柳原鉱山とか高見鉄道とよく似ています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。